わよ隊長さん。とぼけたって無駄よ。さっきたくさんの蜜剣に囲まれてたとこバッチリ目撃しちゃったんだから。隊長さんも隅に置けないわね。まるでハーレムみたいじゃない。あ、もしかしてハーレムの意味がわかんない？それなら江戸時代の大奥みたいなものだと思えば。へえ、そうなんだ。果たしてあの子たちもそう思っていたのかしらね。ごめんごめん、ちょっとからかいすぎちゃったかしら。でもその様子だと隊長さんは大丈夫みたいね。堕落してないってこと。そう、人は男女のことになるとすぐに堕落しちゃうんだから。うちの兄貴たちなんてひどいもんよ。長兄は異性にだらしないし、時系も悪い女に騙されてすっかり変わっちゃったもの。特に時系はね、それはそれは優秀な人で、魔法白兵戦技の英才とか千葉の麒麟児とか呼ばれるほどの実力者だったんだから。それなのにあの女、まさか継ぐ兄上をたぶらかすなんて。だから隊長さんも気をつけなさいよね。人っていつどんなきっかけで変わっちゃうか本当にわからないんだから。可愛い蜜剣さんたちにいつも囲まれている隊長さんは特に注意が必要よ。ふん、本当かしら。口では何とでも言えるものね。そうね、堕落してないか確かめるには剣を見るのが手っ取り早いかしら。あら、何の話かしら。ま、冗談はさておき、隊長さんも相当な剣の使い手らしいじゃない。ぜひ一度相手してもらいたいと思ってたのよね。あ、いいの？だって隊長さんって結構偉いんでしょ。こんな誘いに乗ってくれると思わなかったから。でもそれならそれで好都合だわ。手加減するつもりはないから覚悟しなさいよね。さてと、先に一本取った方が勝ちでいいわよね。あ、もちろん魔法は使わないから安心してよね。それじゃ、行くわよ。そこよ。このまま一気に決めさせてもらうわ。ゴーアさんといい、隊長さんといい、肝心のところで避けちゃうんだから。全然、結局隊長さんから一本も取れなかったし、ずっと私が優勢なのになんで決めの一打だけかわされるかな。結局あんたのもゴーさんの剣も実戦のための剣ってわけね。ああ、なんか負けた気分。私だけ勝ち負けにこだわってたのがバカみたいじゃない。まあそうよね、無傷で勝つのとギリギリ勝つんじゃ全然違うし。でもだからこそやっぱり隊長さんの剣の腕は本物だわ。そういう強さや考え方は実践で磨いてきたものなのかしら。
なんだか騒がしいよね。どうしたのかしら。隊長さん、何か分かった？若月が？それなら私の出番じゃない。当然よ。ちょうど私も実戦経験を積みたいと思ってたところだしね。さあ、どこからでもかかってらっしゃい。そこよ。やっぱり豪さんや隊長さんに比べると魔が月の動きは遅いくらいね。嘘、まだ出てくるわけ。まあ武者修行にはちょうどいいんだけど。隊長さん、ええ、このくらいへっちゃらよ。それより今の攻撃をいなしちゃうなんて、さすがは隊長さんね。了解。それじゃ今度こそ行くわよ。助けられたのは私の方よ。さっきも隊長さんがいなかったら危なかったわ。悔しいけど結局実戦での戦いは隊長さんの方が1枚も2枚も上手なのよね。余計な励ましは不要よ。今の私に必要なのはあんたたちから1本取れる実力だもの。今の自分に満足なんてしてられないわ。まあね、立ち止まるなんて私の柄じゃないもの。ってことで隊長さん、帰ったらまた手合わせに付き合ってくれないかしら。あ、いたいた、隊長さん。って、何身構えてんのよ。まあそうなっても仕方ないわね。ここ最近隊長さんを見つけるたびに手合わせに付き合ってもらってたもの。ごめんごめん、私諦めが悪くってさ。でも隊長さんだって悪いのよ。嫌ならおとなしく私に一本取らせてくれればいいのにさ。まあ確かにそうね。隊長さん、私のことを分かってるじゃない。でも安心して、これからはこっちに来る機会も減りそうだからさ。うん、実は最近こっちの世界に入り浸りすぎて周りの友達から心配されちゃっててさ。だからこれからは少しこっちに来る頻度を抑えることにしようと思ってね。ありがとう。でも大げさに考えることはないわよ。別に来れなくなるわけじゃないし、やり残したことだってまだまだあるしね。ええ、その通りよ。それにこっちの世界だって全然堪能できてないしね。次こそは必ず隊長さんに勝って気分よーくバカンスを楽しんでやるんだから、それまで首を洗って待ってなさい。うっさいなあ。私が負けたと思ってるんだからそれでいいの。ええ、そういうものよ。でもなんだか悪かったわね。もっと隊長さんに恩返しするつもりだったのに、結局私の方がいろいろと付き合ってもらっちゃって。
さすが隊長さん、なかなかいいこと言うじゃない。あ、けど私こっちの世界のお金は持ってないのよね。あ、いいの？隊長さんからお礼をね。わかったわ。それじゃあ私も遠慮せずたくさん頼んじゃおうかしら。この世界の甘味どころって何が置いてるのかしら。団子に饅頭、スイーツやケーキもあるといいんだけど。残念だったわね。隊長さんから言い出したことなんだし、今更後悔しても遅いんだから。行きましょう隊長さん、たっぷりもてなしてもらうから覚悟してよね。